ポーションかかって弾きやすいところまで待ってください。みんな急ぎすぎ。はい、毎度こげすんです。はい、今回の何、今回の喋らんのか、みんな大好きソネ、よいしょよいしょ、早速ソネ行きましょう。みんな大好きでみんな苦戦するソネ、よいしょ。今回このソネ何本かね、いろいろ出していきます。うん、同じこと言うかもしれんけど、まあ確認がてらに見てもらえたらなと。ソネできませんっていうの結構多いからね。うん、この動画で全部伝えたいけど無理よ。この人に向けてっていうわけではなく、大衆に向けてのハウツーやから、うん、まあこうできるのはまあレッスンよな、ね、個人ですよね。ソネもバージョンアップしてワンツースリーみたいな感じでやっていくので、まあ、とりあえず今回 EAT バージョンということで皆さん見てください。さらにシーズンインバージョンね。はい、はい、じゃあとりあえずいろんな角度でソネやっていきたいと思うので、後ろからまずゆっくりいくよ。レギュラーで先ソネ見せたんやけど、見本ソネできない人をこっちがこうやよって言ってどう変わるかっていうのもちょっと見せたいなと。俺できるやん。できるね。できない人のこういうの、あーでこれそれ分かるみたいな、それを修正してできるようになるためにはどういうことを言うかと、どういうことを伝えたらいいかっていうのをちょっとね一緒に滑りながらやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今回出演していただく自己紹介いきましょうか。みすずです。みすずちゃん、はい、ななこです。はい、ななこちゃん、お願いします。かわいい、グラトリ女子ね、グラトリ女子お願いします。ということでレギュラーとグーフィアンね、ちょうど2パターン取れるっていうね、まずどれぐらいできるのかっていうのをちょっと見せてじゃあ早速やってもらいたいと思います。いいよ。あ、なるほど。あ、全然大丈夫。惜しい。あ、でも綺麗。オッケー。なるほど。ああ、お、あ、綺麗だね。あ、これできちゃうね。これやらせとかじゃないんで、はい、で、まあ俺は気になったところはまず一つあるんですよ。あの結構多いのが、初めのさ、ヒールエッジかけてノーズに乗せ替える、体軸乗せ替える時あるやん。あれがちょっと早い、多分早かったかなって俺は思った。こっちが早いっていう、それをもっと粘っこくやってあげるやり方一回やって、でフロントノーズでしっかりと流れること多かったよね、こっち。それをキープできるようにまずは練習するっていう。まずはゆっくり1、2で3振り返る。これでちょっとゆっくりやっていこう。1かける、ヒールエッジしっかりとかけます。でその時にこっちに乗せ替えます。乗せ替えた時に体先行してもらって、フロントテール、まあフロントテールするわけやんか、スイッチやったらこうか、グーフィーやったらこうか、これをまずキープした状態で弾かんでいいから終わってほしいんよ。まあちょっと見本見せるわ。1回1、2でここでキープした状態でこれで終わり。1、2、終わり。じゃあ先、そう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 、あー、そう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 、じゃあいいね、オッケー、そう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 、オッケーオッケーオッケー、はいはい、まずこれ大事、荷重のやり方わからんくない、ゆっくりやると。わからなかった。これ実はゆっくりやるとめちゃくちゃ難しいよ。難しいよね。これトーション操作しやんと逆エッジかかんの。これが大事。これ乗りたいところにしっかり荷重して体軸をしっかりと作ってあげやんと
難しいんよ、ゆっくりやるのって、うん、それを飛ばしてしまうと流れてしまうそうね、うん、になりやすい、こうやって、はい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 、で、めっちゃ大事なのがね、フロントテールの位置まで持ってくるのすっごい窮屈じゃない？それ、リバースターンでもあるんやけどさ、板をまっすぐした状態でこっちに乗りに行くのって怖くない？こうなる、うんうん、これをできるだけこの位置で乗りに行かないってことが大事なの。初めからピョンピョンって乗りに行っちゃうと、この一番怖いここの位置とここの位置が来るんですよ、角度。そうならないためにそれを飛ばしてあげるっていうのがレギュラーやったら、1、2の時にここ、もう板をここじゃなくてちょっとずらしてほしいのよ、乗る時。わかる？レギュラーやったらちょっと距離ないからあれやけど、いきますね、いくで、こう、こう乗るんじゃなくて、はい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 、こうゆっくり行こう。そう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 。いいねいいねいいね。それ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 。しっかりと目線も。ああ、いい。ああ、いいね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 。いい。ああもうベスト。ここまで来たらもうあとは簡単だ。じゃあ次のステップ行きましょう。今のはこっから粘ってここまで来ました。でこの時に片足しっかり開いて、板はキープしてる状態ね、こっち。これこっちに動かしたらあかんよ。実はこいつを引き上げた状態作って、このつま先をこっち方向に、つま先をこう舐めてほしいの。むずいかな、それ。今の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 分かった。ずれたらそう、あ、できた。それ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 、分かった。足をこう入れ替えるわけですよ、うんうんうん、こういう風に、うん、スイッチやったら、まあもう一回行こうか。グーフィー、グーフィーじゃあゆっくりやるわ、ちょっと待ってね。じゃあグーフィー行きますわ。 1,2 でここでこういうこと、あ、そういうこと。つま先を向こうに蹴る。大丈夫よ。そう、おお、おお、はい、入ってきた。おお、はい、皆さんトーションかかって弾きやすいところまで待ってください。みんな急ぎすぎ。なるほどね。 1,2 でこうやってこうなるから板がついてくるわけ。もっとゆっくり、難しいけどやりやすい位置って出てくるのよ。ここここここ、こういう感じ。どんどん行きましょうか、ゆっくり。それ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 、そう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 、そこで返す。オッケー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 。じゃあちょっと今のでだいたいできてきたから、これで細かいところを言うわ。あとめっちゃ大事なのが、回ろうっていう、粘ろうってすると目線と送る方がそうおろそかになるの。そうね、一個意識すると忘れてしまうから、それが今最後の弾きできたやんか。それができたらもうあとは考えやんでいいから、それまで持っていくためにもっと入りやすい体の形だったり乗せ方っていうのがあるのよ。これ開いてあげることによって引っ張りやすいから、うん、さっきのソネとかもそうなんだけど、目線下がって初めからこうどうしようっていう風にここが固まっちゃうと動かなくなるから、もっとしっかりね、大げさにいきますね。はい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 、平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ、そう、ほらほら、めっちゃ綺麗。焦げたけどめっちゃ綺麗。平泳ぎ行こう、目線と、そうそう、これを覚えてくると、やばい、落ちる。グラトリマジで楽になるから、その怖いところが遅れるからさ、ちょっとずつ恐怖を克服できるわけ。これが全てじゃないんやけど、まあ、今の見た感じここが必要やなと思って、うんうんうん、まあ、もっとね、いろいろ方法あるから、それも他の YouTube でソネのハウツー上げていくから、また見てください。はい、はい、こういう感じで困ってる人はぜひこれやってみて。確かにこれは、うん、いいですね。いいね、すごい、しっかり体使った。ね、
ありがとうございました、出演ありがとうございました。じゃあ次はソネのね、もっと綺麗にね、はい、できたりとか、もっと上のレベル目指していってもらったらいいかなと思うので、はい、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。はい。